トの明神と異名を持つ鶴姫こと大堀鶴姫は、たびたび大三島に侵攻した大内氏の軍勢に対して兵を率いて立ち向かい、攻勢してこれを撃退する。しかし、たび重なり侵攻してきた大内氏の攻撃により次第に劣勢になる。鶴姫の軍勢は絶体絶命のピンチに陥る。そんな鶴姫の窮地を救ったのが鶴姫の恋人でもある越智康成の身を挺して鶴姫を守った。しかし越智康成自身は戦死してしまう。これをきっかけに和睦を受け入れる決断をする安奥であった。しかし大切な恋人を失った鶴姫は弔い合戦に臨む。残存兵力を集結させると島の沖に停泊中の大内軍に夜襲を仕掛けて回想させ大三島から追い出した。戦いの後に三島明神への参籠を済ませると沖合へこぎ出し、そこで受水自殺して18歳の生涯を終えたと伝わる。絵を描くことが生きがいの女性、ミナは失恋の痛みに苦しんでいた。彼との思い出が詰まったアトリエで、夜な夜な彼女はキャンバスに向かう。しかし、彼の姿を描こうとするたび、手は止まり、心は重く沈んでいった。ある夜、アトリエの明かりを消し、ミナは自分に問いかけた。一人でこの長い夜を越えていけるのだろうか。彼の声がまだ心の中で響き、彼女を迷いさせた。絵の中に彼を探すことでしか、夜を越えることができなかった。そんな時に瀬戸の鶴姫の話を知った。これは遠い昔の話、今とは時代が違いすぎる。しかし鶴姫が皆自身と重なって見えた。いっそのこと私も鶴姫と同じ道をと思いが頭によぎった。しかしそんなことをしてしまったら、身を挺して助けてくれた恋人の立場は、生きてほしかったから自分の命を捧げたのではないかと思うようになった。ある晩、彼女の目に映ったのは夜空に輝く星々だった。星はまだ輝いている。彼女は窓から見える星空に心を奪われた。叶わぬ恋だとしても、ミナは自分の道を行く決心をした。キャンバスに新たな一歩を記す勇気を持つ。涙の数だけ強くなれる。ミナは新しい絵を描き始めた。それは失った愛の痛みを乗り越え、新しい朝を迎える自分自身の物語だった。絵の中で彼女は自分の感情と向き合い、それを乗り越える強さを描いた。やがてミナのアトリエは明るい光で満たされるようになった。彼女が描く絵には希望の光があふれていた。叶わぬ恋がミナに教えてくれたのは、もう一度夢を見る勇気だった。絶望の淵からミナは夜空を見上げた。彼女の絵には無数の星が輝いている。愛は終わりじゃない、始まりなんだと心の奥で小さな声が囁いていた。新しい風がアトリエの窓をはたき、変わりゆく季節を感じさせた。ミナは心の扉を大きく開け放ち、キャンバスに未来への一歩を踏み出す自分を描いた。叶わぬ恋にさよならを告げ、ミナは新たな旅立ちへと歩き出した。彼女の絵は絶望から希望へと変わる心の旅を描き出していた。
彼女の心はもう自由になっており、キャンバス上に新しい物語が紡がれ始めていた。明かり消えた夜に問いかける、あなたの声がまた心に響く。迷い込んだこの長い夜を一人きりで越えていくの。でもね、星はまだ輝いて未来への扉を照らしてる。叶わぬ恋だと知っても私は私の道を行く。新しい風が舞う。